こんにちは、和田芳美です。今日の姫ご飯はじゃがいもで作るポンデケーゼを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。で、今回はねポンデケーゼを作っていくんですけど、ポンデケーゼってもともとキャッサバ芋の粉で作ったチーズのパンのことなんですが、何年か前にかぼちゃのポンデケーゼを作ったことがあって、で今回ちょっとシンプルなポンデケーゼを作ろうと思ったんですよ。なんですけど、そうキャッサバ芋の粉って、一般的じゃないので片栗粉で代用することが多いのですが、そうシンプルなポンデケーゼを作ろうと思って片栗粉とか、あと卵とか、小麦粉とか、一般的な粉系を混ぜて作ったら全然美味しくなくて、そうなんか焼きたても美味しくないし、冷えたらもっと美味しくないしあ、これ美味しくないなと思ってだからそうやっぱりなんかじゃがいもとかかぼちゃとか入れないと美味しくないのかなと思って、今回ちょっとようやくね美味しいポンデケーゼが出来上がったので、その作り方のご紹介です。で、そうポンデケーゼ何が良いかっていうと、パンはパンなんですけどベーキングパウダーを入れてるんですよ。で普通のパウダーってドライイーストで発酵させて作るのが一般的なんですけど、やっぱりね発酵させるパンって結構難しいですよね。私自分で作ってもあんまり美味しいパンが作れなかったし、なんかやっぱ素人がねパン作るの難しいなと思って、だからパンはねできる限り作らない派なんですけど、ただこれはねそのね発酵の手間もないので、でベーキングパウダーで作れるので割とね簡単で美味しいパンが焼き上がるんじゃないかなと思います。でね、これもうね6個ぐらいねすぐパッパッってね食べれちゃうので、なんかいっぱいじゃがいもがある時にまとめて作っていただければなと思います。で、あとはねオーブンで焼いて、で、お皿に盛り付けて完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。じゃがいものほのかな甘さとチーズの旨味と合わさってとっても美味しいと思います。食感もねもちもちした感じで美味しいです。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。これなら何個でも食べれるね